お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュラブやっていくんですけど、今日はですねこちらの高回転枯渇やっていきたいと思います。こちらはねロケットとかが入ってないんですよね。入ってない代わりに、まあ攻め手がゴブリンバレルとウォールブレイカー2枚あるので、まあ積極的に攻めまくって、まああとはロケ砲インフェで回収してっていうのが基本的なね立ち回りかなと思います。というわけでやっていきます。さあよろしくお願いしますね。まあ最近スケバレをちょっと見ないんですけど、まあこういうのもねスケバレ行っていいじゃんってなるんですけど、やっぱオールブレイカーとゴブリンバレル採用で、まあ理由としてはやっぱマザネクでね舞台になっちゃうとかであったり、まあ LSP でね簡単に処理されたりとか、まあ、やっぱ対応されやすいとかがねあると思うんですよね。まあなので、オールブレイカーとかね、よいしょ、ゴブリンバレルはまあまあまだ戦えるよねっていうところで、まあ、このデッキはもう両サイゴリゴリ攻めていきますね。例えば、ウォールブレイカーセパ。で、セパしなかったら、まあ、ウォールブレイカーとは逆サイドにね、ゴブリンバレル飛ばすだったり、まあ、このウォールブレイカーにこうコストいっぱい使ったら、ね、ゴブリンバレル飛ばして、大体のこの流れてきたのはロケット押しで回収。さあ、まあ、行ってもいいけど、行く必要もないかなっていう感じですね。もうホグインド突戦、アイゴレ、メガナイトいるかもね、これ。メガナイトホグの、ファイブザップとか結構昔のねデッキのギャングの奥が縦戦になったみたいな感じじゃないかなと思うんですよね。さあでカード回しながら、これ多分インフェを使う必要もないかもしれないですね。よいしょ、あーきっと惜しかった。で相手多分メガナイトドッスンとか縦戦コウモリだと思うんで、ちょっと裏にやってね、このバルキリーとゴブリンバレル美味しくね一緒に処理されないようにね。はい、ポキポキです。早いです。非常に早い。ワンパンゲーです。で、ロケット押しが強いね。で、ロケ砲行く前にちょっと早めに出しておくと、もしメガナイトで踏んできても、このロケット押しをね、綺麗に延命させながら、まあ、できるんじゃないかなっていう、ちょっと贅沢なね、考えのもと、さあ延命していきます。で、ザップを打ったで、もう、バレルファイスピ、ジーンって感じですよね。さあ、ゴブリンバレルで、これメガナイトもないのでウォールブレイカーも追加してあげてね。相手からしたらもう絶望で、これユニットね無理に出してもウォールブレイカーでさよなら。いやこれがねちょっと強いよね、ウォールブレイカーの爆破がね。しかもちゃんとインフェもあると。でここ相手ファイブ打つしか絶対突破できないんでね。さあこの間ポイズンか、まあ、ゴブリンバレル飛ばしてあげたらダメージが入りますよと。いや強いね今回の相手、ザップ持ってないから、まあ、結構楽に勝ててるっていうのはあるんですけど、なんか常にプレッシャー与えられるんですよ、ロケ砲かバレルで。で、どっちかにスペルでも、どっちかには絶対ユニットでね、ほぼほぼ対応してくるんで、まあそうなった時に、まあそのユニットをね、ロケット押しで回収しながらだと、もう一回攻めれるみたいなね。よいしょ。さあもう、無限ですね。一生攻めれます。一生攻めてあげると、まあ一生ロケ砲残るし、相手からしたら最悪だよねっていう。いや、いいね、このデッキ。よいしょ。しかもインフェとね、ロケ砲あるから守りもそこそこに攻めまくってね、攻めまくってしまえば相手のね形が不完全なので、その間にインフェで溶かして、こうやロケ砲で溶かしてっていうのが理想かなと思います。さあよろしく。で多分ね他の動画でも一回言ったことあるんですけど、このゴブリンバレルと、ウォールブレイカーがね一つのデッキに2つ入ってる、両方入ってるデッキの最強の攻め方があって、バルキリーをね、まあ、使うんですけど、置いて打つ、それでロッキー。まあ、ユニットね、お、ゴブドリだ。バルキリーがね、このカウンターで相手の陣地行くと思うんですけど、言っとっちゃかったかな。この、ここで本当はゴブリンバレルがいるんですけど、ここで、バルキリーとは反対にゴブリンバレルを飛ばしてからの、バルキリー後ろの追加オールブレイカー、これね、覚えておいてください。ちょっとこの後やろうと思うんですけど、これね、ほぼ角でどっちかは通りますっていう、めっちゃせこい最強の攻めなんですけど、ちょっとサイクルをね、ちょっと合わせたいと思います。さあ、まさかのゴブドリー。いや、これ別に今、バルキリーを出す必要がないっていうね、事件。さあ、相手も高回転ですね。なかなかの高回転だ。さあ、当てていきます。前です。これちょ、マジかよ！後ろでした。相手のバルキリーは、まあ、ロケ砲とね、なんかユニットで対応できたらなと思います。ウォールブレイカーが回ってきた。
まあ、ロケホンいるとなると、ウォールブレイカー追加はいらないかな。で、ここで本当はね、バルキンウォールブレイカー追加だけど、まあ、今一旦我慢でね。まあ、なぜそれがいいかっていうと、まあ、相手は常にね、ウッドをね、持ってると思うんですよ。持ってるというか、ゴブリンバレルに打ちたいなって思ってると思うんですよ。で、バルキリー来たら、まあ、そっちのサイドにね、普通来るかなって思うところを、まあ、逆サイドに飛ばすと、まあ、当たり前にそっちにウッドを使うわけですよ。あ、ゴブリンバレル飛んできた。あ、じゃあウッドだってなるじゃないですか。でも、その瞬間にバルキリーの後ろにね、ウォールブレイカーをつけることによって、わ、マジかよってなるんですよ。そしたら、相手にそっち側に相手にファイボーを使わせたりだとか、まあ、ユニットでね、対応したとしても、ダメージが入る。あとは、ウォールブレイカーがバルキリーを押すので、相手がそのタイミングね、陸受けがなかったら、たちバルキリーが刺さるんですよね。なんか、ウォールブレイカーを通すんじゃなくて、このバルキリーを、ちょっと通すような攻めっていうのが、ちょっと強いですね。バルキリーちょっと早めに行っちゃったんでね、あれですけど。大体ね、テスラもね、ウッドもあるとなかなかダメージちょっと入らないんで、今からね、ギア上げてゴリゴリでいこうかなと思います。さあ、ウッド使いました。これはね、別に同裁でもいいかな。本気でやりにくい。ウッド使ったよね、君っていう。じゃあ、ウォールブレイカーもゴブリンバレーも刺したよねっていう。まあ別に逆サイでもいいんですけどね。そこはなんかもう本当人によるかもしれないし、その時の立ち回りとかもあるかもしれないんですけど。よいしょ。さあ。で、あのバルキリーはね、後ろに下げます。これもね、覚えとった方がいいですね。ああ、これ、もうワンテンポ。もう 0. 数秒遅ければ、バルキリーに切られずにダメージ稼ぐことができます。てか、相手となんか同じようなデッキだな。これさっきからずっと裏なんで裏っすね。さあ。で、バルキリーの HP がもうちょっと残っていけば、このウォールブレイカーもね、すげえ刺さるのよ。なんかもう一生なんか平等に削ってんな、俺。最後にね、ロケとかがないんで、ここのね、削りが、まあ、リードしてればいいんですけど、ちょっとめんどくなるっすよね。これ、やべ、ウッドで全ハゲや。全ハゲパーティーされる。マジかよ。さあ、これ絶対裏、さっきから一生裏なんでね、この人。もうわかりました。この人はね、裏にしか飛ばしてきません。さあ、ロケの範囲も、使いながらの、さあね、回転がちょっと早いので、相手のウッドが回ってなかったですね。よいしょ。なので、無理やり行って、ちょっともう一周ぐらいね、行くと、俺は回ってないんじゃない?まあ、バルキリー側でもよかったっすけどね、こういうのは。さあ、確実に入る。もう両サイ削り削りマンで行きます。で、オールブレイカーで攻めながら、1コスで回して、完璧に当てる。よいしょ。やべ。まあ、これぐらいは許す。で、バルキリーがいれば、ウォールブレイカーの後ろに、バルキリーの後ろにね、ウォールブレイカーつけてあげるって感じですね。もう同じことしてるだけなんですけど、もう同じことしとくのがね、大事ですよね。ペースをね、乱さずね。まあ、たまには変えるみたいなのいいかもしれないけど。さあ、あとちょっとがマジで投げ。で、意外とね、手前側にゴブリンバレル飛ばしてあげると、相手がね、ミスることとかよくあるんです。ミスるというか、空振る。空振るというかね、遅れてなんか数発入るみたいな。入るんじゃないこれ。どうせなら降りたい。さあ、ナイス!まあ、ウッドとか高回転持ちにはね、意外と刺さりにくいかもしれないんですけど、やっぱ両サイズ攻めと、バルキリー後ろウォールブレイカーが結構ね、強いですね。さあ、よろしく、チョームさん。もうゴリゴリいきます、初手バレル。アイスピバレルはできないんでね。まあ、ファイスピバレルぐらいならね、狙ってもいいかもね。ファイスピ普通に端前出すだけで結構なプレッシャーになります。というのも、なんぼだろう。調べます。カード長押しすると性能見えます。188ダメージ与えるんで、これだって入ったら188っすよ。188って結構高いよね。結構高いのよね。さあ、コウモリスケ、コウモリスケですね。わかんないですね。ちょっとセパります。まあ、これ固めてもセパってもぶっちゃけどっちでもいいんですけど、序盤はどっち削るかまだね、わかんない状態なので、セパってもいいかなっていう思いはあります。なんか人気なんだけど、スケコウモリって珍しいっすね。いや、珍しいっすね。ちょっとわかんないっすね。スケコウモリ型の人気はね、あんま見たことないね。これフリーズかけたら、フリーズかけたら終わっちゃうんですけど。さあ、ランバーとかもいそうだけど、まあ、なんかね、マジアチャインドラが高回転ですね。スキコウモリなんでね、非常に。メガナイトとかもいいんのかな?もしかしたらゼロではなさそうだけど。ああ、出てきたっすね。
あれインフで焦がしたいけど、まあ、インフで今ないサイクルなんで、まあ、ロケフォーバルキリアあたりでボコボコにできたらなと思います。でまあ追加の言うのであったり、まあ後ろのマジックアーチャーがすごい厄介かなっていうのがあるんで、できるだけこう真ん中低めにね置いてあげて、言うのとか追加来てもスケとかでね対応できるように。おお、さあライティニング来た。これ金ゲットできないかな、いかれちゃうよな多分。あーバルキリアちょっと強いんですよあの子。さあ矢使った、スケかな知らんけど、いやー当たっちゃった。ナイス、ゴリゴリ。ライトっていうのが分かったので、まあ、ロケ砲とインフェとかできるだけちょっと離した位置に置きたいよねっていう、巻き込まれちゃうんでね、一緒に。で、やっぱ回転早いので、もうこういうのもゴリゴリ行ってあげてね。これもう一枚まで行っていいですね。そしたら多分大抵はね、折れます。うん。で、折れてしまうと、まあ防衛もこっから楽になるからね。さあ、インフェは飾り、飾ってく。で、これちょっと早めにやっとくと、ラムが先行するみたいな。なかったですね。ラム来なかったですね。で、ここはね、メガナイト飛ばせないようにしながら、よいしょ。ちょっとこれはね、緊急。やばい、うって、危ない、危ねえ。いや、マジで、今の、マジで危ない。だって今、ね、あれで、インフェがタゲ取ったら、それだけで僕2000ぐらい削られるんで、まあ、このデッキね、枯渇だけど、まあ、スピキーがないんでね、そこだけ注意して、まあ、インドラぶっ刺さるとかね、まあ、その辺だけ気をつければクロスにタゲ取られるとか、その辺だけ気をつければね結構強いデッキではないでしょうか。さあナイス。まあ基本的に2-1プランでもいいと思うんですけど、タワー数ね、まあ意外と 1-0 でも守れないことはないと思うので、はい、いいっすね。まあ相手のスペルがね、ウッドザップだろうが柳波ウッドだろうが、まあ、どんだけ持ってようが回転が早いのと僕は2枚あるので、もうほんと回転ゲーでね、ゴリゴリいきます。スペルとかちょっと関係なしね。よいしょ。で、まあ、ウォールブレイカーもちょっと使いながらね。いらんかったか、これ。一発入らんならな。いってー、さあ来ました、ラーバー。で、スキャミコウモリということは皆さん、ラバクルーンじゃないでしょうか、これは。まあ、ラバクルインフェでボコボコゲーだと思うんですよね、正直。正直ね。これでもホバで行かれるとかだったらちょっと危ないけど。で、ワンチャン5もあるけど、まあ、5ぐらいなら許す。やばいやばい、これ、これ、これ、ロケホ？ちょ、ロケホ？オッケーオッケー。いや、オッケー、オッケー！危ない、耐えた。いや、ね、まあ、相手のスプレーが矢か5かがちょっとわかんないんですけど、矢だと、まあ、ちょいコアだよね。まあ、ロケホ2、3周回してっていう。で、今のはゴブリンバレル飛ばすと、スケルトン部隊とかでね、美味しくいかれちゃうんで、まあ、攻めウッドとね、合わせたらいいんですけど、バルキリーオールブレイカーが今回刺さりそうですね。で、あと相手がファイボなのも分かったので。で、ウッド打ってもいいんですけど、コウモリだった時にちょっとめんどいんでね。まあ、あとは手前にね、出すと意外と刺さりやすいです。次の瞬間、バルキリースケで攻めます。このね、バルキリースケ、結構強いんだけどな。被ってもった。さあ、まあ、バルキリーがね、単純に相手にすげえプレッシャーかけるんだよね。これも言っていいと思います。で、バレルまで行っていいと思います。相手なんかそんななんか、うわ、なんて言うんだろうな。高回転でいろいろ出せるデッキじゃねえって思ったんですけど、ワンチャンクローン来ないかな。まあ、来たら来たらちょっと嫌だけどね。いやー、神ファイブされちもったな。まあ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 。さあ、ロケ砲高回転ですね。僕の課題というか。あ、これですね。これ行って、ハイスピ添えてあげてもよかったな。で、インフェで、あとはね、溶かしたいよね、いろいろ。ちょっと早めに溶かしたいからな。いやー、美味しい。美味しすぎる。いや、しかももう一回行くんじゃないこれ。さすがにうますぎん。いやー、強い。で、あとロケ砲ね、いろいろちらつかせて、ゴブリンバレー飛ばしながらね。で、これ手前ですね。奥はね、結構スケルトン部隊とかに当てられやすいし、なんかいろいろね、なんか、諸事情的な感じでね。手前に飛ばしたこと意外となんとかなります。さあ、インフェが全てを焼いてくれましたね。あ、次。で、もうこの瞬間からね、ゴリゴリいって、さあ、一本も取られてもね、取っちゃえばいいんだね、僕が。さあ、一本取られるものの、さあ、クラウンも一本取って、勝ちと。インフェでね、早めに溶かすに行ったのもでかいし、相手のユニットあれ巻き込めたのもマジでかかったっすね。さあ、ナイスショー。
よろしく。いきます。どっちか入ってくんねえかな。どっちか入ればめっちゃ大ダメージ。おお、近畿道されたさ、トルネーっすね。トルネーだったら、まあ、遅延スキラとか、あとなんだろうな、まあ、ゴレとか、最近だと。結構その2択ぐらいに絞られる気がしますね。ベビードラなので。まあ、それこそ本当にその2択かなっていう。で、スキラはなんか、タワヨコぐらいから出すと、2回受けれますね、ベビードラとか。なんだろう。ベビーメガゴ。まあ、スキラの可能性もあるけど、ゴレっぽい。まあ、どこをどう見てもゴレだよなっていう気がする。ランバー型とかのね。多分。で、こういうのはもう両サイ攻めしたいっすよね、僕は。で、これ、近畿道されてる時に、ウォールブレイカーを正面から出してしまうと、一体タワーから撃たれて、一発しか入らないので、無視された時に。緊急度されてる時にウォールブレイカー出すなら隅っこから出す方がねいいですね。さあ取るね。まあ緊急度されちゃうとねやっぱ攻めがちょっと通りにくいんでね、ウッドで削りますこのウッド削りそこそこに大事っすよ。でもあと明確なダメージ嫌っすよね。で隅っこから出すと相手もまあ無視しにくいよね。でこれバレキリで逆サイド釣りながら受けていきたいが、さないっす。まあこうなると本当に序盤はね、ほぼ入らないですが、まあ相手が多分ゴール出すタイミングがあるので、ね、その瞬間にね、多少削りに行きたいですね。多少どころじゃないね。もう本気で行きましょう。相手のね、金庫折るぐらいで。まあ無理ですけど、それは。さあ、ファイスピ強い。いやー、これはね、一旦こんだけか。まあ、ロケホ無限ですね、結局は。ロケホが多分強いので、今回。さあ、ロケホ無限で、あとインフェもあるからね、ちょっとインフェもいい感じにやりながら。いや、インフェ変なとこに置こうとしてるな、俺。で、ここで飛ばします。で、ロケホ回します。いや、ロケホ、それは行かれるのちょっと痛いね。まだ攻め取るねが来るんで、ちょっとね、受けたくないよっていうのをアピールする位置にね。よいしょ。意外となんか耐えれてはいる。ここさえ乗り切ればね、相手もう一回ケツゴレで、これウォールブレイカー追加行きたいな正直。うん、やばい、ダークプリで読まれただった位置が。さあロケホー、これいるかな。まさかのめっちゃ高めっていう、どう高すぎ、これ高すぎるかな。あ、でもインフェ解ければタワーがねベビドラ行くんでね。よしよしよし。さあこっからはねもう俺の反撃よ、反撃オブ反撃。なんならこれはもうこんなことし、ロケホで削ってね、タラババ来てもスケで延命してあげるからね、すべてが止まんないよ。オーケー、ウッドがね、ウッドロケホでナイスグッドゲームと。まあロケット欲しいとインフェあればね大抵の大型はまあ守れますよね、矢の雨じゃなければね。ナイス。はい、今日はね、めっちゃ高回転のね、もう攻め攻め枯渇ですよね。本当にもう鬼攻めれば攻めるほど防衛が楽になるっていう、まあ攻めを重視したデッキなので、皆さんもね、もう攻めまくって、こちらのデッキよければ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。